もいい天気やね。朝から嬉しそう？昨日は楽しい夢を見たんや。ではここで問題です。うちが昨日見た夢とは一体何でしょうか。5、4、3、2、1、0。答えは決まった？うちと答え合わせしよう。正解はミューズのみんなと一緒に餃子を作る夢です。みんな餃子を包むのが早くって数えきれないくらいにたくさん作ったん。特に小鳥ちゃんとニコッチが早技だったな。途中でリンちゃんが羽付き餃子にしないとダメって泣くから水溶きの小麦粉を足したりして、夢の中なのにそういうとこが妙にリアルで、でもそのおかげで楽しさもリアルに感じられたみたい。夢の中とはいえこんなにたくさん餃子を作ったのは初めて。餃子パーティーってやつやね。あ、でも餃子パーティーなら実際にできそうだよね。早速みんなを誘って夢の続きをしよっと。